みなさん、こんにちは。Ensemble en français の1分レッスンにようこそ。バネサです。今日は私と一緒に新しい表現学びましょう。フランス人は、Je touche du bois または、Touchons du bois と言います。Je touche du bois.Touchons du bois. Je touche du bois. Touchons du bois. Je touche du bois. Touchons du bois. 直訳すると、木を触っています。木を触りましょうという意味です。どうしてそんなことを言うんでしょう。理由を知るために昔に戻りましょう。ペルシア人とエジプト人の時代に人々は木を触ることでアターの火の神に守られると思っていました。または中世の時代にはイエス・クリストは木の十字架に縛り付けられて殺されたので、クリスチャンも木には力があると信じていました。ですから迷信ですが、Je touche du bois と言いながら、木を触ることで悪いことが起こりませんようにというお自前をかけていると思います。 Alors ton examen ça s'est bien passé? Je sais pas. Je touche du bois. Tu penses qu'il va faire beau aujourd'hui? Je ne sais pas. Touchons du bois.わかりましたか？でも気をつけてくださいね。もし、je touche du bois と言いながら、気を触らなければ、不幸をもたらします。ですから、絶対に読み続けてくださいね。それでは、聞いてくれてありがとうございます。またね。Bon, qu'est-ce que tu fais? Je touche du bois?